盛りはうまいな。おいおい、霊夢よ。昼からお酒なんてよくないんだぜ。あはは、お酒じゃなくて泡盛チョコレート、だよ。ひっく。ん？このチョコレート、アルコール分が 3.9% もあるじゃないか。通りで気持ちよくなっちゃったわけね。泡盛といえば、沖縄だぜ。そうだ、今回は自衛隊が沖縄近辺の防衛力を強化しているから、それらについて解説するんだぜ。ひっく、わかったわ。ゆっくりしていってね。さて、防衛省は2022年度末に陸上自衛隊のミサイル部隊を沖縄県、石垣島に配備する方針を固めたんだぜ。現在、工事は着々と進んではいるが、石垣市長選で、岸田政権が支持する無所属現職の中山義隆氏が、共産党など革新勢力が推した無所属新人を破り、4選を果たしたから一応地元の理解もそれなりには得られ始めているようだぜ。石垣島は今まで自衛隊の基地はなかったんでしょ？ああ、今回のが初めてだな。570人規模の対艦、対空ミサイル部隊が配備されることになっているから、家族も含めれば結構な大所帯だぜ。配備されるのはどんな部隊なの？人に意識地対艦誘導弾を装備した第303地対艦ミサイル中隊じゃないかな。この部隊は2022年3月に編成され、現在は県軍駐屯地に臨時配備されているからな。第5地対艦ミサイル連隊の一部隊なんだぜ。ほうほう。石垣島が加われば、鹿児島県、奄美大島と沖縄本島、宮古島の4島にミサイル部隊が配備されることになるんだぜ。将来的には、地対艦ミサイル連隊の新部隊を石垣島、勝連分屯地に配備する予定らしいぜ。日本には、地対艦ミサイル連隊はいくつあるの？現在は5つだ。北海道3、青森1、熊本1だな。人に意識地対艦誘導弾を装備しているのは熊本の第5地対艦ミサイル連隊だけで、他の部隊は88式地対艦誘導弾で、1世代前のものなんだぜ。南西諸島の防衛用に新型を配備しているのね。人に意識地対艦誘導弾は以前に解説したけど、一式あたり100億円以上する高価な地対艦ミサイルだぜ。これを艦対艦用に改造したのが海上自衛隊の人7式艦対艦誘導弾だぜ。そんなのもあるのね。システム全体の構成は88式と同様であるが、発射装置の外観が88式から大きく変わっているな。なお、発射機搭載車両に88式地対艦誘導弾を搭載することも可能となっているそうだぜ。プレイステーション5でもプレイステーション4のソフトが使えると同じことね。実際の運用が可能かどうかは公表されてないからどうかな。ミサイル全長約5メートル、ミサイル重量約700キログラム、射程が約200キロメートルだぜ。射程がちょっと短くない？2020年12月の閣議で、スタンド、オフ防衛能力の強化、が決定され、人に意識地対艦誘導弾にさらなる長射程化と、多様なプラットフォーム、地発型、艦発型、空発型、からの発射能力を加えた人に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発が決定してるぜ。ほうほう。長射程化のための大型の展開主翼とジェットエンジンの作動領域拡大、RCS 低減のための団体形状のエッジ処理、人工衛星経由の対地上層機関データリンク、マルチプラットフォーム化などの技術開発が行われるそうだ。そうすると、現在の射程約 200km から当面は 900km を目指して開発されるが、最終的には射程 1500km まで延伸される予定だぜ。一応、敵基地攻撃能力もあるわけね。基本は地対艦ミサイルだし、これだけでなんとかなるわけじゃないけどな。ところで、どうして石垣島なの？南西諸島は約 1200km と日本列島に匹敵する長さで、フィリピンまでつながる第一列島線に位置する。そうよね。C 国はこの線の内側への米軍侵入を阻止する軍事戦略、接近阻止、領域拒否、を書く。沖縄本島と沖縄県、宮古島、宮古島市、間に空母、遼寧、を通過させるなど、この海域での軍事活動を活発化させているからなんだぜ。南西諸島の防衛用ってわけね。ああ、防衛省は、ミサイル部隊以外にも、23年度末までに沖縄県、与那国島に電子戦部隊を配備するほか、鹿児島県、馬毛島でも自衛隊基地の建設計画を進めており、今後も南西諸島の防衛力整備を続ける方針だぜ。電子戦部隊って、電子戦隊電磁マンが来るのね。ん？電磁マンは、実は電子戦的な攻撃や防御はせず、通常の武器で戦ってたんだぜ。1980年だしな。そうだっけ？日本最西端の与那国島に陸上自衛隊部隊が駐屯してから5年が経ち、反対運動もほとんどなくなっているな。
島の人口が約1700人で、そのうち約160人が沿岸監視隊に所属する自衛隊員だそうだぜ。小さい島なんだね。与那国島は台湾と約110キロの距離で、台湾有事の際には、中国軍の侵攻の対象となる恐れがあるな。電子作戦隊は、陸上自衛隊が擁する電子戦部隊だ。陸上総隊に所属し、浅香駐屯地を本部に2022年3月に発足した。新しい部隊なのね。2023年度末にかけて北海道から南西諸島までの合計10カ所に配置される予定だから、与那国島にはその一部隊が配備されるわけだぜ。具体的には何をするの？ネットワーク電子戦システム、ニュースを運用し、平時には電磁波情報の収集、分析や評価にあたり、有事になれば敵が電波を使って活動するのを無力化するんだぜ。ニュースってどんなものなの？ニュースは各周波数帯の電波収集、妨害を担任する電子戦装置。各電子戦装置が収集した情報の処理、分析、電子戦装置に対する指揮統制、多システム等との連接など機能を担当する電子戦統制装置から構成されるんだぜ。ほうほう。まあ、ただのトラックに各種アンテナやレーダーを搭載しただけだから地味な装備に見えるんだが、その能力は秘密のベールに包まれていて、よくわからないんだぜ。電子戦装備ってそんな感じよね。C 国やロシアが電子戦分野の能力を向上させる中、宇宙、サイバーに並ぶ電磁波という新領域への対応を強化する狙いがあるし、ウクライナでもその重要性は確認されているぜ。戦闘機や戦車みたいに派手じゃないけど、重要ね。電子戦分野では、遅れていると言わざるを得ない自衛隊だが、こうやって着実に力をつけてきているんだぜ。馬毛島ってこの前解説してくれた無人島に建設中の航空自衛隊の基地よね。ああ、米軍用の陸上空母離着陸訓練施設 FCLP と出雲型護衛艦の訓練拠点や F-15J の分散配置拠点として使用する構想があるんだぜ。あそこも反対運動があるんだっけ？もともと反対派だった西表市の市長もだいぶ歩み寄ってきているぜ。政府決定を受けて、八重田市長は要望書で問題が新たな段階に進んでいる、と表明したんだ。ほうほう。市への米軍再編交付金の交付や自衛隊員の居住などにも特段の配慮を要望する、と訴え、米軍訓練移転や自衛隊基地整備の受け入れを前提に国との交渉を進める姿勢を鮮明にしたんだぜ。徐々に進んでいけばいいと思うわ。市防衛省も、4月に現地へ赴いてるからな。まあ、紆余曲折はあるだろうけど、解決していくと思うぜ。C国や K国のネット民はまたいろいろ言ってるんでしょ？まあ、この類のニュースには、とりあえずいつものようなコメントが並んでるぜ。聞きたいなら紹介するんだぜ。一応、教えてちょうだい。C国ネット民は、また日本が軍事的緊張を高めている、そんな島に基地を配備したとて先発の、ミサイルが飛んできて防げるの、完全に消滅するでしょ。まあ、なんだってするがいい。そんなもので防衛できると思ってるの。日本は専守防衛で何もできないだろ。C国の軍事力は近いうちに米国も超える。何をやっても無駄。とか言ってるぜ。いつもの調子ね。まあ未だにご妄想はいるし、気にするほどのこっちゃないけど。警告ネット民も同様だぜ。我が国も独島にミサイルを配備しよう。軽空母に KF-21 に SLBM 水中発射成功と我が国の軍事力も整いつつある。我々には関係ない話では、一応同盟国だろ。とかな。こっちも同様ね。まあ、こういうネット民のたわごとはどこでもあるから、いちいち気にすることはないんだぜ。そうよね、こういうこと書き込んでも本心とは限らないし。ただ、C国人による沖縄県への認識には、有給処分や沖縄返還は国際法上の根拠がなく、沖縄には合法的主権がない、とする認識や、中国も主権を有している、という認識が含まれ、一部のメディアや歴史学者、政府、軍関係者によって主張されていることも事実ではあるんだぜ。それこそ根拠もなく考えられても困るけど。2005年には C 国の国際問題専門誌、世界知識は、戦後の日本による米国からの有給接収は国際法上の根拠を書き、その地位は未確定のままだ、と主張したんだぜ。とんでも主張よね。中国は沖縄に対する権利を放棄していない、と主張する研究論文が発表され始め、関連した論文は6年以降だけで一気に約20本も出た。問題は C 国政府も、共産党も、公式見解と異なる主張を黙認しているところだぜ。あえて黙っているのね。2011年には C 国人民解放軍海軍の長将中将将は CCTV の教官中のインタビューで、
第二次世界大戦前に日本が書いた地図を見ても、釣魚島が日本の領土であるとの記載はない。そして、琉球諸島も日本の領土ではないことがわかる。したがって、釣魚島は中国の領土なのだ。と公然と主張したんだぜ。むちゃくちゃ言い出したのね。この類の発言や論文はこの後も続いているんだが、C国政府や党は見て見ぬふりを続けているんだ。2021年にフランス軍事省傘下の軍事学校戦略研究所は、C国の影響力拡大戦略についての報告書を発表し、在外華人を使った C国共産党の宣伝工作、国際機関への浸透、インターネットの情報操作などを分析し、中国が潜在的敵国の弱体化を狙い、沖縄で独立派運動を煽っていると指摘したが、まあこの辺は日本人には言われるまでもなく理解できるところだな。気をつけなきゃいけないよね。C国人が日本を警戒するのは、第二次世界大戦の影響があるからやむを得ないことだが、日本の主権を犯すような意見を放置していることは看過できないんだぜ。また、一部の国民や政府関係者、軍人がそれを信じていることも問題だ。なぜ放置しているの？権力者にとっては都合がいいからな。それは別に C国に限った話じゃないが。まあ、備えあれば憂いなしだぜ。現状では南西諸島の防衛力をある程度高めていく以外の選択肢はないんだぜ。基地問題は簡単には解決しないと思うけど。ああ、どうしても現地では反対する人も残っているかとは思うけど、丁寧に理解を求めていくしかないんだぜ。よかったら、高評価、チャンネル登録お願いしますね。それでは、皆さん、さようなら。